タッフの皆さんもすごい今回は気合い入れてもらって、いやいや、本当居酒屋の雰囲気をやっていただきたい、やっていただきたいんですけどね。ということで今日は私のプロデュースということでございまして、まあ居酒屋ではございますが、お酒が今回はちょっとお二人さんというか私も含めて、3人のおすすめの、お酒を皆さん持ってきてもらったということで、持ち込みね、はい、持ち込みでございます、はい、じゃあ私から、おすすめのお酒、はい、まあ、皆さんよくご存知とは思いますが、知らない、このね、アサヒビールレッドアイ、これね、なんで僕がおすすめかと言いますと、私みたいに結構飲める人はいいんですけど、なかなかほら、お酒の席とか行っても、女子とかね、飲めなかったりする人とかいるじゃないですか、そういう時には、あ、シュウちゃんもね、あったよね、シュウちゃんもビール海外で飲めない時ね、今でもね、そう、いやいや、俺ほら飲めないといけないですよ。だったら飲めるっていう。あ、はい、そうだそうだ。あ、それがもう何こうパッケージになってるの。そうなんです。これもう今ね、こういう感じでコンビニにも売ってますんで。はい。これをね、早速買いに行かなきゃ。いやいや、そんな回しもんじゃないよ。これをね、ちょっと今回私おすすめということで。はい。まあ、ちょっと僕はこれをおすすめ。じゃあ次、しゅうちゃんどうぞ。はい。というか、お通しないんですか？お通し出てますけどね、これ出てます、出てこれ痛めませんか今ね、注文してね、持ってきてもらうことになってるんで、もうちょい待っててください。じゃあ僕のおすすめは、じゃあどこですか、どっちのカメラですか、これ、これ、これ、僕今日は持ってきたワインなんですけど、このワイン、ナパバレーのワインなんですけどね、ナパバレーとカリフォルニアのナパバレー州の、シリタという、これね、ラベルとかがね、めちゃくちゃおしゃれてんですよ、シャレオツ、これまあビルボードツアーの時に、ゲンズワインとコラボしたじゃないですか、ね、そのゲンズワインが、まあ、改めてこの、エチケットと名前を変えたんですね、それが、まあ、シリタというワインになったということ、まあ、今ここ出てるかな、あ、出てますね、シリタ出てます、ね、そこに詳しく、まあ、ワインの詳細が載ってると思うんですけど、これが、まあ、はい、まだ発売されてないんです、実はされてない、来月から、あ、ね、そうなんだ、来月だっけ、来月だっけ、はい、来月からこれが発売されるという、素晴らしいワインです。おすすめですか、超おすすめです、美しい、めちゃくちゃ美味しいワインです、はい、さあ、そして田川さん、よろしくお願いします。はいはい、私も今日ちょっとお願いします、お願いします、はい、お願いします何それ、これはですね何の居酒屋だから、これはもう本場、はい、鹿児島の、芋焼酎ですか、見たけ、聞いたことある、これ最初飲んだ時ちょっと震えましたね、3回震えました、ガクガク震えました、見たけ、さすが、ね、三たけと呼んで、見たけ、これを飲んだ時にはもう、もう一回言うんですか早く飲ませると、もう、ね、早く飲ませるって、もうおつまみいらない、ああ、もうそれだけ、これをつまみに、これを飲むという、これをつまみにこれを飲むそういう感覚、まあ、割と自分はそうですけど、あんま食べないで飲んじゃいますけど、これでもなかなか手に入らない、これはね、だからここにあるのがちょっと、あ、そんな勢いなんですか、不思議なぐらい、ちょっとあれですよ、あ、そうなの、レアな、あ、そうなんだ、お酒だと思います、知る人ぞ知る、見たけ、はい、さあ、ということで三者三様ということでございますね、はい、店長立てますよ、三者三様ということで、そして皆さん見てる方々も、はい、今9時ですから、もういい感じで開けてもらってね、ちょっと乾杯、皆さんでしましょうよ、なるほどね、じゃあとりあえず自分のおすすめビールで、デージャクル、はい、そうですよ、やっぱね、こんな色してますからね、あ、本当だ、すげえ、池森さんもワイン、ワインストレートいくんだろ、じゃあ僕もストレートで、いやいやいや、割らないから、はい、割らないでしょ、割らないでしょ、あ、そう、じゃあいきますよ、あ、すげえ、いい香り、グラスを持って、はいはい、あとリーダー見て、これ、これディーンのこれコースター、欲しい、みんな、いらないか、はい、はい、すいません、はい、はい、じゃあいきます、はい、いきます、せーの、乾杯、じゃあ前の方にも乾杯、皆さん乾杯、